あの銀行さんとの打ち合わせとか同席させていただくこと多かったんですけども、いつもご家族皆さんなんか仲が良くて和気あいあいとされてる雰囲気がすごい素敵だなと思っていて、多分年代は近いと思うんですけども、憧れのご家族だなっていつも私は思ってました。そんな更級様の素敵なお家作りに少しでも携わることができて嬉しく思います。これからご家族皆さんで楽しく過ごしていっていただけたらなと思います。本日はおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、お家建てると大変な仕事だったんじゃないかなと思うんですけどあと決めることいっぱいあったり決断しなきゃなかったり、はい、本当にできたお家、素敵なお家でこだわりいっぱいこうあって本当にあの立てていただいて我々も本当に良かったなというふうに思います。本当に自分の国、まあ、今日迎えられているのは我々としては本当にほっとしているなというところです。まあ、このお家がお嬢様たちの実家となってこれからまた楽しい思いでいっぱいこう作っていただければというふうに思います。これから点検とかアフターメンテナンスとかこれからもお会いすることが多いかなと思いますので、もともとはよろしくお願いいたします。どうも本当におめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。先ほどもちょっとお会いした時についにこの日がっていう形でちょっとコメントさせてもらったんですけど、本当に打ち合わせをさせていただいて今日この日を迎えることができて本当に嬉しく思っております。打ち合わせ中、ね、いろいろ事務所に来ていただいたりですとかした中で夢のガレージがあるお家での暮らしですね、皆さんで楽しくワクワクしながら毎日過ごしていただけたらなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。本日はおめでとうございます。ではちょっと乾杯に移らせていただきたいなと思うんですけれども、楽しい生活を願いまして乾杯とさせていただきたいと思います。乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。長い期間、本当にありがとうございました。なんだろう。自分のマイホームっていうのは、そんな思い描いてなかったので実際できてみてとても素晴らしいなと思って私とても優柔不断で決めるのも時間かかったし、なんか迷惑かけたこともあったと思うんですが、いっぱいいろいろと本当お世話になりましたこれから楽しい毎日を過ごせるよう家族で仲良くやっていきたいと思っております。本当にありがとうございました。ありがとうございます。千歳もオープンハウス見てガレージがもうさらに欲しくなって福沢本さんに決めてよかったと思います。まあ、恵庭から会社の方まで行くのは結構大変でしたけど、それはまたいい思い出になったかなと思います。これからも長い付き合いになると思いますけど、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。石田です。更級様、本日はおめでとうございます。こちら夢のガレージハウスが完成しました。で、外観的にもフェザーホームを象徴としたL 型の板金なんかも出てるので、個人的にもすごく好きな外観になってます。で、このお家でご夫婦お子様みんなで楽しく過ごしていただけたらなと願っておりますので、今後ともお付き合いのほどよろしくお願いします。以上です。おめでとうございます。